居酒屋おいで、あっさり2点入った。今日はいけるぞ、薬業が認めれる。よし、バンザーイ、ゲッツ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 、ナイスヒロト、ゲッツ。よし、言った通りゲッツになった。流れが来てるドラゴン、最高。言うことなし、勝利へ導けヒロト。走れ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 、悩んだ、悩んだ。すげえ、ホームランじゃなかったけど、ヒット。次元後。おい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 。石垣、おー、ナイス石垣、センター前、やっとヒットった。よし、ゼロ割から脱却。ショートケーキみたいな味がするわ。ショートケーキ、ショートケーキみたいな味がする。美味しい。結構、じゃあ甘めな感じで。だいぶ甘め。マジでショートケーキだわ、これ。本当に。ショートケーキの上の部分のクリームと若干スポンジが入ってて、はいはい、フレークがあって満足、グッと。そうです、スポンジでちょっと甘さをちょっと抑えてる感じ。しっかり丸山の旗もついてくるから、はいはい、丸山ファンだったらもう間違いなしよ。間違いない、買わないと。ドラゴンズファンだからな、あれだけ。あの適宜むき出しであの食べるっていう。そうね、美味しいもん。丸山を食べたと思えば抑えられるっていう。あ、確かに方向に変えてる。そういうそういう方向に持っても思ったら、いい人だと思います。 2-0 で勝ってるからポジティブに変換できる。なるほど、なるほど。 今のところはね。だから空港で、うわー、丸山マジか、落ちるわ。1点入る丸山、もう二度と食べないわ。二度と丸山のパフェ食べない。もう二度と食べません。食い切ってないからやろ。二度と食べない。もう神に誓うわ。二度と食べないこのパフェ。食べたら撃たれたわ。ビシエドホームラン。よー、うわー、サードサードライナー抜けないか。正面、昨日も見たな、この正面。隙がないわ。おいおいおい、サード、足で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 、サードだ、サードゴロ。点が入らない。チャンスは作るけど点が入らない。得点拒否、流れがいかないことを願うわ。取らないと。ヒーロット、おー、ダメだね。おい、ゲッツーになっちゃう。あー、バント失敗。今年多いんだよね、これ。なかなか決まらない。これで勝ちつかなくても文句言えない。なかなか本当にバントが決まらない。何してんのよ。石垣、チャンスで点が入らない。さっきからずっと点が入らない。もう2軍に戻ってきた。流れが嫌な予感しかしない。絶対ヤクルトに流れがいい。ゲッツー無理か。あー、ゲッツー無理か。1個やな。危ない。おい、もう高や。ビシエド、おい、ずらしてんじゃん。おい、もうエラーだろこれ。ヒット&エラーか。もういらない。一番痛いよこのエラー。高谷の送球もバウンドで一周でも取れなかったもん。結局エラーで負けるのかこれ。若いヒロトの足をエラーで引っ張る。まあヒロト、お前が抑える。今のはかわいそうだろ。今のはさすがにかわいそうよ、ヒロト。低い、あー、初や、ダメだ、ホーム入るわ。もうバッテリーエラー、エラー立て続けろ。一番見たくない現地で。なんだこれ。しかもキャッチャー木の卓だろ。木の卓で弾くか。宇佐美じゃねえんだから。追いついたし雨降ってきた。想定外だなこれ。マジでヤクルトの傘が光っとるスパンコール。見たくないんだよな光る傘。マジで上からもうマッキーで塗りつぶし。認めたばかり。カットロセイタカヤ。おい、おい、今のはまっすぐだろ。怪我するだろ。危ないな、膝は。やばくない今の。
まっすぐ肩いったよ、ストレート。4番いなくなったら死ぬんだから、頼むってマジで。なかなかないね、膝は熱っすよ。おい、タンカー来ちゃったじゃん。おい、マジか、タンカーだろあれ。マジで死ねかよ。ちょっとこれはないな。あ、雨また弾いた。もう何回弾くんだって。もうランナー三塁行っちゃったじゃん。シャッチャー気の毒だろ、止めてくれよマジで。気の毒を使っとる意味がないんだよ、宇佐美じゃなくて。これじゃデッドボール当てられてエラーで負けるとかもマジでない。ありえない。改革しとけよ。地獄のカッパンプレーだよ。おい、もうダメだ、犠牲フライで1点入るわ。ホーム行くだろこれで。させさせさせ。無理だな、無理だわ、無理だ。それてる、最後もそれるんだボールが。3対2ヒロト。まあ味方のエラーもあるけど悲しいな。デッドボール当てられてひょこひょこと勝ち越される。悔しいが何もでもないわ。もうマジで笑えねえ。頼むって。バヤシー、俺が現地で記録止まったとかもう嫌だから。バヤシー、おー、バヤシー、バヤシー、いけ。うわー、もうビタ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 。今日これ序盤にも見た岡林、やばい。岡林の記録も確定した。薬病神を通り越しとるだろう。記録が消えた。サミー打て打て、サミーカットボス、サミー、すまげ、打て、もうで、でや、何しに来たん。もうマジで笑えない。石川潰されて借金10だぞ現地。マジであかん、嘘だろ。ヒロクも岡林も消えて、いいことがない。Happy birthday to you, Happy birthday to youHappy birthday, dear 立浪監督。Happy birthday to you. Unhappy birthday to you になっちゃいましたね。地獄の誕生日になっちゃいましたね。ただ負けたわけじゃないですからね。もうドラゴンズファンのメンタル崩壊だわ。ねえ、何してくれとんねん。なあ、試合内容もさ、今日先発高橋宏と、ね、最初の唇を切ったのは4番石川昂弥がツーラン。あの頃は幸せだったよ。あの頃に戻りたいよ、タイムスリップしてよ。幸せだったよ、あの頃は。ねえ、ツーラン。輝いてたわ。やっぱり神宮と昂弥の掛け合わせ、最高の掛け合わせだなって、思ってたのが、恋しいわ。ねえ、そしたら、高橋宏と、ねえ、踏ん張ることができずに、僕がね、今日現地観戦で我慢できずに丸山のパフェね、ストロベリーパフェ、ショートケーキみたいな味がしてうまかったわ。食べたら丸山にタイムリー打たれて、まあ、これは僕が食べたせいかもしれないから謝っても申し訳ないけど、それでもまた2対1。そしたらね、ドラゴンズがその後ね、2点じゃ勝てねえだろっていうところで、チャンス再三作っても凡退凡退凡退、チャンスで点が取れない。打てるけど点が取れない。打てないんじゃない。点が取れないんだよ。ね、その間にどん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 ヤクルトに流れに行って、高橋宏斗もバントが決められない。ね、バント決めれなきゃ勝てませんよって。文句言えませんよって。やっぱり今年大事なとこでバントが決められない。負けるべくして負けてる。でね、ヤクルトがその間にね、しっかりね、こっちのね、キャッチャー木野拓と宏斗のバッテリーミスもあって、サード高谷の送球エラーもあって、エラーしてんのよ。ね、負ける方向に自分から向かってんのよ。ねえ、まあ、守備でエラーで足引っ張ってんのは申し訳ないけど、ヒロト。バッテリーエラーもキャッチャー気の毒なんだから、宇佐美じゃないんだから、何のために気の毒使ってんのって。ねえ、まあ、映像で見てないから、ピッチャーかキャッチャーどっちの責任かわからんけど、2個ぐらいあったからね、ワイルドピッチ。気の毒が止めなきゃ、何のためにキャッチャー気の毒使ってんだっていう話よ。
で、しっかり犠牲フライ打たれて3対2、ヤクルトはちゃんとバンと決めて得点圏送ってた、やることやってた。接戦負けた。でも今日はそれで終わりじゃないんだ。皆さんご存知だと思いますけど、もう現地で言葉が出なかった。まあ、レフトスタンドのドラゴンズさんは激高してましたけど、まあ、僕はもう正直ね、怒る気力もないよ。みんなが悲しいよ。ねえ、高谷、東武デッドボール。もう、後で映像を見たけど、ものすごくショッキングだった。まだ見てない人も見ない方がいいかもしれない。まあ、あれ結構見たらね、見た方もトラウマになるよっていう。あの木澤投手の速いストレートがもう顔面めがけていってたから、もうあれ本当に当たった瞬間タンカー出てきて、まあやばいんだろうなっていうのはすぐ察したけど、テレビで見た方がね、現地で見てたよりもショッキングな映像だったけど、もちろん、高谷が無事であってほしい。もうこの一心しかないけど、ドラゴンズの4番が いなくなっちゃって、まあ明日わからないけど、高津監督は明日も無事に出てほしいって言ってたけど、とても出れるようには思えないぞ。うん。チームの4番がいなくなってしまって、ね、阪神の梅野選手も今季絶望だったみたいだけどさ、まあ、だからといって、木澤投手をね、攻めたところでもう帰ってこない石川昂弥選手。怪我、もうした以上は。うん。そりゃ悔しい気持ちあるよ、ここに。どこにぶつけていいかわからない。ものすごく腹渡りにえくり返ってる、正直。でも、まあ、僕の動画見てくださってる大半の方はコメント欄で、まあ、木澤選手への直接的な誹謗中傷とかはやめてほしい。また、あの、応援系 YouTuber のね、うん、ヤクルトファンの YouTuber の方にね、攻撃的なコメントを送るのもやめてほしい。送ったって仕方ないから。別にヤクルトファンは悪くないし、何にも。うん。まあ、当ててしまった木澤投手の責任だけど、当ててしまった木澤投手ももう正直、本人もイップスになるんじゃないかっていうデッドボールだったから。もう反省してもらうしかないし。まあ、もちろん、ドラゴンズファン、本当に腹渡りに繰り返る悔しい気持ちはわかるけど、まあ、僕がコメント判断して、これダメだなって思ったのは削除させていただくんで、まあ、そこは良識の範囲で皆さんね、コメント書いてほしいんですけど、僕も木澤投手に直接的に攻撃はしないので、本当に正直悔しいですけど、4番が怪我して。ね、その後その意地をドラゴンズ打線見せてくれって思ったけど、1点も取れなかったから。それも情けないし、試合内容も。もう、なんて言えばいいのかわかんねえよ。うん。もう本当に辛いわ。現地で何を見てんだって。高谷がタンカーで運ばれて、ね、木野拓もサンタナのバット当てられて、まあ、昨日はビシエドが中村に当てたから申し訳ないけど、二人も故障して、そしたら岡林の記録が止まって、大島の2000本安打見るどころか岡林の記録も止まっちゃったよ。本当申し訳ないわ、なんか。もう疫病神の息通り越してるもんな。もうこれで現地借金10だけど、借金10とかどうでもよくなってしまうぐらい今日のもう悲しい試合だったわ。うん。ドラゴンズファンが激高してるの見てもまた悲しくなったし。もう怒りのやり場に困る。こんなひどい試合なかなか見れないって。本当に笑えねえよ。本当に高谷が無事であってほしいし。もう、おそらくね、まあ、今日最後僕がね、もう、試合終わって、うなだれてもう、泡吹いてるところね、おそらくま、視聴者の方だと思うんだけど、僕の方見てね、ペコってしてくれたんで、僕もね、多分死んだ魚のような目してたと思うんで、もうペコって、もう、あの、会釈するしかできなかったんですけど、もう、本当にね、本当にね、もうね、これ以上ないぐらい絶望の果てよ。うん。何を言いのかもう、何を語ればいいんだろう。本当に、記録も消えて、4番の未来の高谷も試合に出られないなんてことがあったら、もう順位関係なく今年の残り試合が本当の意味で消化試合になってしまうから、それだけは避けないとさ、何のために一軍で試合やってるのってなっちゃうから。ねえ、立浪監督の誕生日だ、去年はサヨナラタイムリーだったのにさ、もう本当に明日現地行くけど、もう勝ってくれ。うん、そして幸せな日試合になってくれ。もうビジターのドラゴンズファンがかわいそうだよ、11連敗。もうずっと負けてんだから。それでも満員いっぱいお客さん来てくれてんだから。チュニドラで終わっていいわけないだろ？届いてくれ、この声が。頼むぜ。
入国先発ピッチャー中日ドラゴンズ柳、ヤクルトはもう忘れました、ショッキングですいません。もうとにかく幸せな試合見せてください、お願いです、お願いです。もしそして明日高谷が無事に戻ってきてくれたらもう本当に幸せです。それ以外何も願いません。本日の最後までご視聴いただきありがとうございました。高評価チャンネル登録コメントよろしくお願いします。それではまた次回のところでお会いしましょう。またね。もう正直もう本当にもう今日動画撮れるかも心配ないぐらい帰りもう死にそうな気持ちでした。